ブリースコラはイタリアの代表的なトランプゲームである。トリックテイキングゲームでカードに点数のあるポイントトリックゲームに属する。日本の通天ジャックと同様山札からカードを引いていく点に特徴がある。イタリアではスコパトレセッテと並ぶ国民的ゲームである。ヨーロッパには AS の次に0が強いタイプのトリックテイキングゲームが多数ある。このタイプで 文献的に最も古いのは18世紀初めのフランスのブリュスカンビーユというゲームで名前はフランスの著名な役者の芸名に由来する。ブリュスカンビーユは手札が3枚で山札から手札を補充していくタイプのトリックテイキングゲームだった。ブリスコラは古いブリュスカンビーユの特徴をよく残している。ただし、ラテン式の40枚のカードを使用するため、 AS の次に強いのは10ではなく3になっている。イタリア以外でも地中海に面した南ヨーロッパの多くの地域で行われている。2人から4人までで競技する。4人の時は2人ずつチームを組む。6人が3人ずつチームを組むこともできる。カードにはラテンスタイルの40枚のカードを使用する。ラテンスタイルのカードにはコンボー、剣、カップ。 貨幣の4つのスートがあり、絵札は、王、騎士、不評の3種類がある。数冊は A から7までが存在する。各カードには点数があり、強いカードほど点数も高い。全部のカードの合計点は120点になる。ヨーロッパのポイントトリックゲームではこのタイプの点数、構成はかなり一般的である。3人で競技するときは2を1枚抜く。 6人の時は2をすべて抜く。ラテンスタイルのカードの代わりに、通常のトランプから8 9 0を抜いても良い。プレイは、半時計回りに進行する。最初のディーラーは何かの方法で決める。以降のプレイでは、ディーラーは、半時計回りに移動していく。ディーラーは、各競技者に3枚の手札を配り、残りは裏返して、山札として積んでおく。 山札の一番上のカードをめくり、このカードの数頭を切り札とする。切り札のことをブリスコラと呼ぶ。めくったカードは山札の一番下に半分見えるように置く。最初のトリックは、ディーラーの右隣がリードする。それから半時計回りに一枚ずつカードを出していくが、通常のトリックテイキングゲームと異なり、マストフォロールールは存在しない。すなわち、 各競技者はリードと無関係にいつ何のカードを出しても構わない。切り札が出た時は最高の切り札を出した者がそのトリックに勝つ。そうでない時はリードと同じ数との最強のカードを出した者が勝つ。勝った競技者はその回に出たカードをすべて獲得し自分の前に裏向けておく。それからトリックの勝者から順に各自山札から1枚を取って手札に加える。 前回のトリックの勝者が次のトリックをリードし、これを山札と手札が共に尽きるまで繰り返す。最も多くの点数を取った者が、その回のプレイの勝者となる。先に参照した者が勝ちとなる。パートナーがいる場合、多くのラテン系のゲームがそうであるように、相手に見られないようにサインを送り合うことで、パートナー同士が情報交換するのが望ましいとされる。 通常は以下の方法で自分の主札中にある切り札の内容をパートナーに伝える。ブリスコラー、キアまたは5人用の編集で各競技者に全てのカードを配る。それからオークションを行う。オークションでは各自カードのランクを宣言する。この宣言の意味は自分は切り札スーとのこのカードを持つ人をパートナーにして勝利するという意味である。 より弱いランクを宣言することによって、前の人の宣言をオーバービットできる。オークションに勝った競技者はデクレアラーとなる。デクレアラーは切り札を決定し、切り札の指定したランクのカードを持つ人がパートナーとなる。パートナーは自分がパートナーであることを他人に告げてはならない。場合によってはパートナーがいないこともある。古典的なブリスコラと異なり、 プレイは普通のトリックテイキングゲームと同様に進行する。すなわち、マストフォロールールが存在する。デクレアラー側が61点以上を取ったら、デクレアラーは2点、そのパートナーは1点を得る。残り3人は1点ずつを失う。デクレアラーがパートナーなしで61点以上を取ったら、デクレアラーが4点を得る。残り4人は1点ずつを失う。 デクレアラ側が61点未満の場合は、得点のプラスとマイナスが逆になる。120点を全部取ることをカッポットと,と言い、勝っても負けても点数が倍になる。スエカはポルトガルで遊ばれているブリスコラの編集で、ポルトガルで非常に人気があるほか、ポルトガル5県のブラジルやアンゴラでも行われている。スエカとは、スウェーデンのという意味だが、なぜそういう名前なのかは不明である。 フランス式のトランプから8.90を抜いた40枚を使用する。カードの順位が特殊で A の次に強いのは3ではなく7になっている。また、Q と J の順序が逆になる。4人の競技者が2つのチームに分かれる。各競技者に10枚ずつの手札を配り、山札は存在しない。最後の1枚を表にし、このカードのスートが切り札となる。プレイは、 通常のトリックテイキングゲームと同様マストフォロールールが存在する。チームの得点が61点から90点までなら1ゲームの勝ち、91点以上なら2ゲームの勝ちになる。4ゲーム選手した側が最終的な勝者になる。あるプレイで全てのトリックに勝つと、それ以降のプレイをせずに勝ったチームが最終的な勝者になる。 両チームが共に60点の時は引き分けとなるが、次の回のプレイの勝者が1ゲーム多く獲得する。ありがとうございます。